あんたの怒りに触れられてよかったわ。落とし物をしたよ。これは君のだろ。いいえ。そうか、君のじゃないか。正直な子だ。どうだ、これは僕が持っていても仕方がない。君にあげよう。欲しくないかい。母に叱られます。そっと持っていれば大丈夫さ。ほら、綺麗だろ。母には内緒にしてくれますか。あ、絶対に内緒さ。もう君は誰にも会えないんだから。構わないぞ。どうして殺したの。どうしたもこうしたもない。この小僧が俺の目の前を通ったからさ。その子をどうするの。お前に関係あるか。この町で次々と子供が殺されているのはあなたの仕業だから。なんだ、少し待ってろ。すぐに相手してやるから。しかしあんたも不運だった。こんな裏道を迷い込んだのは運の尽きだ。ずいぶん探したわ。探した？どれを？ああ、このガキか。あなたを。俺を探した。今まで何人殺めたの。数えたことないな。かわいそうに。かわいそうなもんか。ガキなんていくらだっている。いいや、あなたのことよ。あなたは大きな罪と悲しみを背負っているのね。おいよせ、お前何がわかる。子供の亡きがらから何を見つけようとしているの。何。でもいつまでたっても見つからないの。黙れ。私を殺しても構いません。言われなくたってそうするさ。その出しゃばった口から引き裂いてやる。でももし殺されないのなら、あなたの罪を私が共に償いましょう。俺の罪を償う。その代わり、私の罪をあなた一緒に背負ってくださらぬ。私の力になってくれませんか。俺があんたの力に。人の生き血をすする俺に頼むのか。そうよ、あなたが必要なの。必要。苦しみを共に分かち合いましょう。俺の苦しみは誰にも分からない。分からないほど大きなものに一人きりで立ち向かわないで。お前に何が分かる。分からないわ。ただ共に分かち合おうと言ってるだけ。そう言ってみんないなくなる。私はいなくならないわ。なくなる。いいえ。いなくなる。いいえ。
なぜそう言い切れる。いなくなった、いなくなったじゃないか。私がたどり着いた時にはもう灰になっていたじゃないですか。二人の出会いです。私もいつものようにあの男を追って同じ町にいました。ちょうどこの前の日の夜、私の宿に彼女が訪ねてきました。そして彼女は落ち着いた声で言いました。あなたはこの町で起こった度重なる子供の殺人現場にいつもいらっしゃいますね。何かご存知なら私に教えていただけませんか。犯人とどうしても会いたいのです。全く面食らいましたね。最初にお話ししましたように、私は彼のことを誰かに話したことはありません。しかし彼女の中にある姿が重なって、彼女が腰を抜かさないように慎重に要点だけをお話ししました。彼女は動じることなく耳を傾けました。私が伝えたのはごくわずかです。あの男は非常に